はい、準決勝第2試合の方ですね、はい、見ていければと思います。フィールド入っております。さあ皆様長らくお待たせいたしました。準決勝第2試合マッチ1、レッドサイドからフルバーサス、ウェルサイドヒーバーだ。参りましょう。ファイター。さあどっちも 3-4-2-1 スケールを携えて戦っていきます、うん、大きい元同士の対決。はい、カラフルはやはり両サイド 3-4-2-1。 はい、まずはコードさんのシールドから仕掛けていきます。ネガティブ避ける、ね、大きい球、あー素晴らしいですね。ユキパさんここ避けています。まずは割合ですね。本当ですね。はい、あーかなりね1点が多そうな、それくらい両チームとも余計うまいです。さばいていった。これは対角線上に割るようなシールドを置くような形で若干斜めに打ち据えてシールドをお互いに割っていきます、はい。まあ、スピード翔選手が一番奥で速いので、はい、このデカ玉の中にスピードが来た時に見えなくなることだけが結構カラフルとした心配ですね。なるほど、緩急をつけたプレイですね。さあここでコードさんがラストシールドを1枚使っていった。ユーキッポはまだ1枚残っている。さあ残り30秒ですね。まだ0対0。すごい。2次利用で非常に手に汗握る展開にはなっています。グディさん避けている。素晴らしい。さあお互いさばけるかどうか。一つ真ん中のユーキッポがライフ1。そうですね。そこ狙えるかどうか。さあネガティブ少量名狙ってくる。うわー、グディさん。あ、ショーが返していって1-1になってます。わあ、手を上げて。ショーがガッツポーズ。まずは1点取っていきます。あとは避けることができるか。前に出る。ショー3点目。タイムアップ。さあマッチ1、1対3制していく。さあ準備が整ったようです。はい、ありがとうございます。さあ切り替えてまいりましょう。準決勝第2試合マッチ2、レッドサイドからくれブルーサイドヒバラ、ハドファイター。さあ変えてきましたカラフル。オッツー選手がチャージャーですね。あ、若干前に出ている、はい。まあ、点取らなきゃいけないですからね。そうなんです。はい、頭ちょっと削れたようなモーションは出ましたが、その実は削れていないと。グーティーさん砂漠、すごい。さあネガティブのライフが削れましたよ。一つ壁を割りたいところ。ユウキッポが壁を温存してますね。そうですね、5枚残ってますよ。でかいですよこれは。いつ使うんですよ。後半に持っていく形かと思います。 OK です。さあまずは球の飛び合いですね。遠距離戦にはなっているが、かなりお互いライフは守れていま す、ね、さあここで第1のシールドはユキポ、そのままもう1枚ありそうだ。こうなってくると小ネガティブ避ける体勢になってくる。1カメを使って守ります。そうです、ね、一番手前グティ選手、ネガティブ選手 3-4-2-1 ででかいので、ここちょっと、うん、注目ですね。さあグティネガティブお互いライフ1枚ずつ、正面の潰し合いになってくるでしょうか、はい。ユキポは中央にシールドを使っていきます。さあ残り30秒切っている。シールドの多さでは若干ですが、カラフル最後のシールドを使ってきました、はい。このシールド有効活用していきたい。グディさんシールドが一つ残っています。いつ使うか。手を下ろしたぞ。ここか。さあラスト1カメを使っていた。ネガティブ倒せるか。ここでグディ倒したい。いや逆らさられません。ラスト10秒0-0で迎えています。オッツシールドを使った。ここで1点取りたい。1点取りたい。取れない。3秒。すごい、避ける。最後の5000。どうぞ。わかりません。どこ見ればいいんですか。これはライフ1枚のお互いデカ玉の2人を見ていただけるといいと思います。目の前グティとネガティブの 1v1、はい、オッズ翔がどう絡むか、はい、譲れない。オッズ前に出ている。プレッシャー感じる。さあ球はグティに集まります。はい、ネガティブ狙っているのはオッズか。スライドスライド、あ狙い方、いやこれはわからない。まだわからない。一旦構築状態、仕切り直し。狙っているのはどっか。翔も狙っている。翔もライク1枚になった。球集まっています。ピョン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 避けている。お互い両サイド1枚ずつですよ。うわー、両サイド1枚です。球集めているのは翔です。ネガティブ1点。ああ決まった。大きな大きな花火を打ち立てました。勝利したのはゼロ。